皆様こんにちは。今日もスクイーズの購入品があるのでそちらを紹介したいと思います。最初はマザーガーデンで購入したスクイーズです。こちらのリサとガスパールのスクイーズになります。こっちがリサですね。こちらとこっちがガスパールですね。こちらとこちらの東京ベーカリーのベーグルのスクイーズになります。こちらはクリームチーズストロベリーの香り付きですね。こちら触り心地もいいですし、すごく戻りが遅くて気持ちいいです。こちらとこちらの先ほどのやつのクリームチーズマーマレード、こちらも香り付きですね。こちらとこちらのクリームチーズ&キウイ、本当に触り心地が厚みがあってすごくいいです。こちらのクリームチーズ&ブルーベリー、感じはこんな感じですね。ソースの部分がかわいいですね。こちらのアイラブストロベリーのピンクの大きい方ですね。こちらを購入しました。開けてみます。こんな感じですっごく気持ちいいです。戻りも遅いですし、あとこちらのアイラブピーチのこちらのお色の大きいものを購入しました。こちらすっごい桃のいい香りがします。ブリティッシュロイヤルソフトを1種類ずつで計5枚購入しました。こちらがメロンですね。こちらとこちらはブドウかな、
紫色です。こちらとこちらのピンクの小さかな、こちらとこちらの白色ホワイトのものとこちらがマンゴーかな、オレンジ色のもの、カメラに入るんですけど、こちらの茶色のものと、こちらイングリッシュブレッドのピンクと茶色のもの購入しました。今回の購入品は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。